はい、今回の内容です。パート5で絶対に覚えたい瞬殺パターンその2の練習クイズをやっていきます。この動画講座で学ぶパート5の瞬殺パターンは3つありました。1つ目、問答無用で LY タイプ。これは以前の動画で学びました。丸2番の A Surprisingly Wide Variety Type というのは前回の動画で学びましたね。今回はこのタイプに関してのクイズをやっていきます。瞬殺パターンその3のペアを見つけようタイプに関しては今後の動画で学んでいきます。前回学んだ瞬殺パターンのその2、A Surprisingly Wide Variety Type をほんの少し復習してからクイズに入りたいかなっていうふうに思います。このパターンの公式は3つありましたね。公式1は A 名詞 of、 公式2は A 形容詞名詞 of っていう形、公式3は A 副詞形容詞名詞 of っていう形でしたね。僕の場合はこのように英語で覚えてます。公式1 A Variety of、 公式2 A Wide Variety of、公式3 A Surprisingly Wide Variety of ですね。では前回の動画で学んだことを活かしてクイズに挑戦してみましょう。クイズは全部で8問あります。解説はすぐに始めるのでじっくり考えたいっていう人は動画を一時停止してですね、考えてみてください。それではクイズ1です。この空所に入る単語を A、B、C、D の中から選んでみましょう。考える時間が欲しいよっていう方は一時停止をして考えてみてください。それでは答えに入ります。答えは D の Variety です。このような形になります。 A wide variety of、 A 形容詞名詞 of ですね。 A wide variety で広い多様性です。 A variety of、 A wide variety of の2つはどちらも様々な何々っていう意味の品質表現です。ここではバラエティの語尾が ty であることに注目しましょう。語尾が ty の単語は名詞です。例えば variety 多様性、 ability 能力、 security security、 charity charity、 facility 施設、これらの単語のように語尾が ty になっているものは全て名詞ですね。 TOEIC にもよく出る品質単語たちです。では次行ってみましょう。クイズの丸2、空欄に入る単語を選択肢の中から選んでください。先ほどと同じように時間が欲しい方は一時停止をして考えてみてくださいね。それでは正解です。答えは B の difference ですね。 The big difference in、 big 形容詞、 difference 名詞です。 big difference 大きな違いっていう意味です。ここでは difference の語尾が ens であることに注目しましょう。語尾が ens の単語は名詞です。例えば difference 違い、 experience 経験、 conference 会議、 audience 観客、 independence 独立などが TOEIC の品質単語としてはありますね。これらはすべて名詞です。では次です。クイズ3、この空所に入る単語を A、B、C、D の中から選びましょう。じっくり考えたいよっていう方は一時停止をしてください。それでは答えです。答えは C の contribution です。Mr. Ito's contribution to、 contribution っていうのは名詞ですね。伊藤さんの contribution、 貢献という意味です。 contribution の語尾が shown になってますが、語尾が shown で終わっているものは名詞です。 contribution、 貢献、 action、 行動、 orientation、 オリエンテーション、 information、 情報、 option、 選択肢などがありますね。これらはすべて名詞です。では次です。第4問、空所に入る単語を選択肢の中から選びましょう。動画を一時停止して考えてみてください。それでは答えを言っていきます。答えは A の great です。 A great success of、 great 形容詞で大きなっていう意味ですね。 success は名詞で成功なので A great success、 私たちの大きな成功という意味です。ここまでで半分です。あと4問頑張っていきましょう。クイズ第5問、空所に入る単語を選びましょう。動画を一時停止して考えてみてください。それでは答えを言います。答えは C の growth です。 The company's recent growth of、 recent は形容詞で最近のって意味です。 growth 名詞で成長って意味なので The company's recent growth、 会社の最近の成長という意味ですね。では次行ってみましょう。クイズ第6問、空欄に入る単語を選んでみましょう。動画を一時停止して考えてみてくださいね。それでは答えを言います。答えは B の highly です。A highly effective team。 Highly は副詞で非常に、 Effective は形容詞で有能なっていう意味なので A highly effective team、 非常に有能なチームという意味になります。ここでは Effective の語尾に注目しましょう。語尾が Tive になっているものは形容詞です。例えば Effective 効果的な、有能な、 Positive 前向きな、 Active 活動的な、 Native 生まれた時からの、 Creative 創造的ななどがあります。次です。クイズ第7問、空欄に入る単語を選んでみましょう。動画を一時停止して考えてみてください。それでは答えです。答えは C の different ですね。 A totally different way of、 totally 副詞、 different 形容詞、 way 名詞です。 totally は完全に、 different 別の、 way
方法という意味です。では次、最後の問題です。クイズ第8問、空欄に入る単語を選びましょう。動画を一時停止して考えてみてくださいね。それでは答えを言います。答えは D の appointment です。 An especially important appointment with、 especially 副詞特に、 important 形容詞重要な、 appointment は名詞でアポという意味です。appointment の語尾に注目しましょう。語尾が ment で終わっているものは名詞です。appointment、 アポ、アポっていうのは人と会う約束のことです。 department、 部署、部門、 advertisement、 広告、 agreement、 合意とか契約、 employment、 雇用などの名詞があります。クイズは以上です。全問正解できたでしょうか。難しいなって思う人も結構いると思うんですが、まあ、練習すれば正解率っていうのは上がっていきます。例えば TOEIC 文法問題対策みたいなね、本を使ってぜひですね、たくさん練習してスコアアップを狙っていきましょう。今回見てきたように語尾がヒントになって品詞を判断できることはすごく多いです。これも慣れがいるので、たくさん練習をして単語も覚えていきましょう。ちなみに前回の動画でも言ったように、このパターンには当てはまらないよっていう例外はあるんですが、まずはそういう例外はもうとにかく気にせずにこの形で覚えてしまいましょう。今後この動画シリーズの中でも瞬殺パターンの練習問題は取り扱っていきます。ではまとめです。瞬殺パターンを覚えるのはすごく大事です。で、今日やったのは瞬殺パターンその2、 A surprisingly wide variety タイプのクイズです。このタイプには公式が3つありました。公式1、 A variety of、 公式2、 A wide variety of、 公式3、A surprisingly wide variety of というものがありましたね。まあ、例外は出会った都度覚えていきましょう。パート5の瞬殺パターン3つのうち1番と2番はすでに学びました。3番のペアを見つけようタイプっていうのを次回の動画で学んでいきます。はい、じゃあ今日の内容は以上になります。引き続き英語の勉強を頑張っていきましょう。